みんな、ごきげんよう。今日も一日頑張りますわよ。この人の名前は夢姫。この学校で有名な超お金持ち女子高生。あ、夢姫、おはよう。今日も可愛いね。この人は学校一のイケメン、ゆきくん。実は私の好きな人。そして私は限界貧乏女子高生エミ。みんなおはよう。エミちゃん、ごきげんよう。あれ、今日も走ってきたの？あー、自転車持てなくて。あー、そうなのね、さすが貧乏。今日も授業頑張りますわよ。行こう行こう。頑張ろう。はい、今日の授業も終わり。来週までにみんなレポート書いてくるようにね。わあ、昼休みだ。おめでとうおめでとう。エミちゃん、一緒にご飯食べませんか？いいよ。ありがとう。夢姫ちゃんは今日も豪華だね。豪華？この程度のランチ、大したことないわ。ほんと、すごいよ。ごちそうさまでした。じゃあ、次の準備しようか。そうですわね。そういえば、エミちゃんって好きな人とかいますの？私、まあ、いるかな。お名前は聞いてもよろしくて。夢姫ちゃん、お疲れ。お疲れ様ですわ。私、実は結城くんのことが好きなんだよね。本当ですの？いつか告白しようかなって思ってる。びっくりですわ。私も結城くんのことが好きですの。え、そうなの？結城くんと夢姫ちゃん、絶対両思いだよね。私は今日の放課後、ゆうきくんに告白する予定ですの。そうなの。あなたのその身なりでは多分無理よ。諦めた方がいいと思うわ。それより早く次の授業行きましょ。よし、終わった。夢姫ちゃん、今からゆきくんに告白しに行くんかな。よし、私も頑張ろうっと。私、ゆきくんのことがずっと好きだったの。もしよかったらだけど、付き合ってあげてもいいですわよ。え、ずっと俺のことを好きだったのか。ゆめひめちゃんお金持ちだし、これは付き合うしかねえだろ。もちろん。くせにお金持ちの私の告白に割り込んでくるだなんて、いい度胸ね。ゆうきくん、実は私もずっと前から。ごめん、無理。返事早くない？なんで？お前貧乏だから無理、それだけ。だから言ったのよ、貧乏は無理って。そんな。じゃあどうすれば？あ、いいこと思いついた。何？3日以内に夢姫ちゃんを超えるお金持ちになれたら、エミちゃんと付き合ってあげる。3日以内？そんなの不可能ですわ。ゆうきくんたら意地悪なんだから。少しの可能性を信じて。絶対3日以内にお金持ちになれたら付き合ってくれるんだよね。ああ、もちろん。私、絶対お金持ちになる。よし、絶対やってやるからよ。エミちゃん、正気ですの？あんな貧乏の子が3日でお金持ちになんかなれるわけないですわ。まあそうなんだけど、言っちゃったからには3日間だけ待ってもらえる？でもきっと俺はお金持ちの夢姫ちゃんと付き合うことになると思うけど。
にこれをあげる時が来たか。おじいちゃんにいざという時まで絶対に開けるなと言われ続けてきたけど、もう開けるしかない。今がその時だよね。行けば私もお金持ちになれる。2日か何も食べてきてないからお腹がベコベコだ。そんなことはいいから先を急がないと。本当にここで待ってるのかな。よくぞここまでたどり着かれました。世界に一つだけしかない地図を持っていたのはあなた様でございましたか。私お金が欲しくてお金持ちになりたくて。知っておる。私はそなたの味方だ。ありがとうございます。うんだらピッピー、マネーがピッピー、歯茎が出てきてこんにちは。夢エミ様、おはようございます。早くしないと学校に遅刻してしまいますよ。上じゃない。これで私もユキ君と。何を言っておられるのですか。今からヘリコプターを呼びますので早く着替えてください。遅刻してしまう。本当にお金持ちになったのか。ええ、そうよ。3日間ものすごく努力しましたわ。そんな。あら、ゆめゆめちゃんどうしたのかしら。あ、そうだ、私ヘリコプターで今日学校に来ましたの。ヘリコプター。まさか夢姫ちゃんを超えるお金持ちになるとは思わなかったよ。夢姫じゃなくて私とお付き合いしてくださる？もちろんだよ。エミちゃん、これからもよろしくな。